闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前のストーーはい始まりました日刊マインクラフトの時間でゴアスゴアス今回もみんなで科学工業していこう私が FB37 ですそして私が科学の方程式をすべて解いたと言われたキックマーク2です 2> アルマホットです でーすさあ今回も各々の研究を進めていくんですがおお <laughs> <laughs> これは怒りのアフガンだねこれ完璧に怒りのアフガンだおーすげえいい,いいね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 いねこういうので<れ>ねえお前らこれで砂漠行けばええんちゃうの <laughs> <laughs>、ね、これこれで海は渡れないよえこれ動くのえガソリン入ってないからまだ入ってないのかよ ただの模型、OK、じゃん。<laughs> あ、てめえ、この野郎。<laughs> あ、取っとった。はい、というわけで今回もやっていくんですけども、まあ、今後のちょっと課題というか、まあ、やることはたくさんありまして、ああまずですね、ええー、まあ、原子力をもう一機作りたいなと思っております。材料は別にあるんで、<お>ただ作るのが大変なんですけども。で、まあ、電力、ええー、プラスで、<laughs> よし <laughs> これからイリジウムの複製を考えるとこのマター来ましたねちょっと置く場所変えましたけどこのマター,またーえーっとですねまあちょっといろいろ考えまして、えー、このマター装置はですねおそ、えー、らくですけど置いたら置いてねそのなんぞかな、ね、主要な発電機につなげると電力をほぼこいつが吸い取ってくるんですよでその液体マターにするんですけどはい、はい、その吸い取り量が半端じゃないんでさすがに。 えー、こいつは独立して電力を与えることが望ましいという結果になりましたえー、つまり、えー、今この横に、えー、MFE っていうまあティア3の蓄電池を置いてるんだけどもできればティア4の蓄電池をこいつの隣に置いてやってえー、と原子炉から発生した、えー、余剰な電力をこいつに分け与えるっていうやり方が非常によろしいかと思うんですね。うん、さん、まあ ジオショーさん。作っちゃうああ、ティア4の蓄電池。いや、こっちにはもうティア4の蓄電池作ったんですけど、もう大量のエナジークリスタルが必要になるんで。ああ、でもこっちはもうね、4000万溜まってるわけですから。もう電力が。まあなんで、ちょっとそこら辺を。第4世代の蓄電、携帯蓄電池でもいいですけどね。でもこっちの方がね、作るの大変なんだよね。ちなみに、ああキック君、今言ったことは理解できた。 ごめん今炭酸飲んでて <laughs> 出たーた炭酸親父出たー <laughs> あとですね、えーえスクラップ兄えー、大量に必要になりますそれこそ、えー、とんでもなく必要になります弟者何<か>いやもうそれこそとんでもないぐらいもういあればあるだけいいであの兄者マジで<の>ないわ そそうそう。で、あのスクラップあのこのまた、えー、作るときにスクラップ入れるとその生成速度が上がるんですけども、うんえー、入れるときねあのゴミの状態でも入れ,れるんだけどもスクラップボックスに入れしてから入れた方が絶対いいから検証してみた結果ああそうなんだそうボックスにしないとダメなのむしろそうだねボックスにした方がいいでボックスにしてえ,<っ>えーと、セットして電気を与える感じこの横から。 っていう、ちょっと液体または今から作っていかないと多分永遠と複製なんかできやしないんで。うーん。ちょっとそこら辺を真面目に。えー、でもスクラップにするためのものだったら、あれだな、レーザーぶっ放して集めてくるか。あーあ、そうそう、それでもいいし、まあはい、あのね、今で確か俺がね、やってんだよね。えっとね、こっちにですね、テレポートくん1号機を、 ああ、あそこだははははテレポートくん1号機が、すげえなにこれ <laughs> うわー今、<ー>今ですね、ううそう。どういうことだってテレポートくん1号機をもう見境なく発動して、だから、うん、ほら、むっちゃ今ゴミが溜まってるだろ。ほら。なんでこんなに溢れてるいや、だから、この辺の水をだから吸い尽くしてんだろ、こいつが。あのね、水はね、<laughs> 吸い取れないの、実は。 だから水があったところの,囲ってたものをそうそうそう <laughs> こいつがどんどん滅ぼしてたぶんねこの四角真四角の間を今どんどん掘ってんだよほら上から見てらなるほどそううわ深い思ったより深いぞうわ、怖っだから多分ここぽっかり穴あくでマジかよ <laughs> ちょっと面白いろは <laughs> いやいやある意味ここ大空洞になって面白いだろ <laughs> ここにだから巨大ロボットとか建設しようぜ <laughs> <laughs> そうここにギアがノー穴ができるわけだ <laughs> なるほどねそうそっから定期的にあのここからゴミを持ってってあ,あそこに入れてあげれば OK、うん、まあだからねエンダーチェストもだから欲しいんですよもう何度も言ってるように誰かシルクタッチのつはし作って例え <laughs> 経験値稼,い稼ぎしてたんだ忘れてた経験値稼いだ途端にキックに爆破されるから <laughs> 死 <laughs> <laughs> 俺も前回結構溜まってたのに消えてしまった <laughs> まあなんで、えー、ちょっとやることはたくさんありますけど順番にやりたいことをやっていきましょうという感じですねよしとりあえずスクラップ用の資材をめっちゃ集めるわあーそれならばキックンがそれをやってくれるならちょっと第4世代充電器作るかじゃあ,あ俺作ろうかなと思ってたああすまんじゃあ頼む 熱々、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 熱切られる。切られると熱いんだ。え、ちなみにですけども、アドバンスマイナーも改良に改良を重ねて、え、このトランスフォーマーアップグレードっていうトランスフォーマー。トランスフォーマードゥンドゥドゥンドゥル えー、元々このアドバンスマイナーというのは、えー、ラポトロンクリスタル、これ最上位の充電池なんですけども、こいつを使えなかったんですけども、これをアップグレードを入れることによって、このラポトロンクリスタルを入れるようになって、このラポトロンクリスタルの容量は1000万なので、余裕でこのアドバンスマイナーも動くという。なるほどね。どんどん時代というのは進化していくんですね。わかりやすいね。あす、ざっ絶対わかってないし。聞いてなかった。うん。 資材集めるって言って破壊しただけで集めてなかった。<laughs> <laughs> 全然忘れてた。でぇ。で、ね、俺は何をしてたんだわあもうめちゃくちゃやん、ここ。<laughs> もうやるならもうちょっと遠くでやってくれや。<laughs> いや、ほんとね。今やってから思ったわ。<laughs> あと結構あの、キック。 コメントであったけど、はい、あれだって、はい、えっとね、上から下に撃つんじゃなくて、下から上に撃,撃てばアイテムは降ってくるから。いやいや、怖いじゃん。なんでやねん。なんか落ちてきたら死ぬじゃん。まあ溶岩落ちてたら、用が残何が落ちてくんだよ。絶対そっちの魔王かなあららあらら。あら,ら,あら,らこの野郎、ふざけやがって。さ <laughs> せてもらって。<laughs> 人類は滅びる。お、いつの前かウラニウムをゲットした。ああ、とうとう、原子炉が。 燃料が。爆発するいや、しない、ま、しません。とうとう原子炉が一回目のサイクルを終えた。ちなみに、えー、この使い終わった原子、えー、燃料は、原子力燃料は、えー、遠心分離器で分解することによって、えっ、ー、と、もう永遠に発電し続けれる燃料を作ることができるので、それを増やしまくればもう、 俺らはもう電力に困らない。高次元な存在。マジか。すげえ。すげえ。神に等しき存在そういうこと。俺、<れ>神様。神様。神様。死なないで、天さんも、ついでに。天さんは、<laughs> 天さんは、ついでだ。天さんは逆に死んで。<laughs> <laughs> 使えない奴は死んで。<laughs> <laughs> 原子炉、2回目稼働でございまーす。オッケー。えー、ちなみに原子炉、これ、えー、電力が流れると、ちゃんと、えっ、ー、と、レッドストーン入力がされるんですけど、まあ、見た目には分かりやすい。つまり、原子炉が止まると、これで判別できますね。えとあ,あと、エオヨコのさ、遠心分離、分離値から発生したさ、分離値。分離地から発生したさ、<laughs> <の>もう鉱石が偉いことになってるから、あの、二段構えにしたけどさ、 本当だ。さあ、これで。これすらも埋まりそうな勢いだから。<laughs> さあ、今、この遠心分離機で、ウラニウムを <laughs>、分離してますが、ここに、燃料を入れる。上がれー。上がれー。上がれ。よし。あー、ウラニウムの遠心分離は、結構、ヒート値が必要になるんだね。へえ。ああ、違うっぽいな。

レーザーの炎で焼き焦げただけだから。うわぁ、怖っ使いーー。買えねえなさあ、<ら>今できましたね、多分。来ましたプルトニウムですおーちょっとこっち来てくんないちょっと待ってよー <laughs> <laughs> このプルトニウムを9個で RTG 燃料か。いや、3個だ。3個で RTG 燃料か。 年上年長<上>。年二<上>27個あれば作れるんだけど。わ、じゃあ結構かかるな、<く>多分。早く外出てきて。いや、今俺自分のアイテム拾いに行ってる。<laughs> アイテム全部置いて外出てきて。なんでやねん。<laughs> 絶対そんなに重要じゃないでしょ。<laughs> アイテムとかちゃんと預けて外出てきて。<laughs> あ殺されるの俺。<laughs> 何なんだよ。行くよ、そしたら。 さあせっかくだからこのプルトニウムを塊にしましょうかさあこれができましたプルトニウムでございます RTG 燃料まではだからまだ結構時間がかかるなまあウラニウムも豊富にあるんであれなんだよこのウラニウム238は余りまくるんだよね正直あウラニウムボックスが作れるわウラニウムボックスにしとこう来た来たウラニウムボックスってやばそうなんだよ <laughs> ななんだあれは <laughs>

何やってんのそんなあの、肉眼では確認できないぐらい早い。<laughs> <laughs> うわーそれはわかる <laughs> ここにいるアイス。あ、いた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 。正面にいるよ。ね、あれ金の銅線なかったっけここかあー、作んないじゃない、ね、あー <laughs> もい全然使えにくいじゃん、それ。ど <laughs> こ,こか全然当たらず。ど <laughs> <laughs> こ,こか あ当た <laughs> ったけど弱いわマジかよパート2個分だねうわっどうした今今何今めっちゃキック <laughs> 上に吹っ飛ばなかった <laughs> 俺今天に <laughs> 天に召されたまさにどこ <laughs> <か>ミサイルブランド当たったんちゃうキック死んだ死んだ,死んだ そう、キックンが死んだっていう表示出な,出なかったんだけど。え、右に出てたよ。本当に俺出なかったな。<laughs> キックンだって、なんかもう、燃えたキックんが天井にピューンって行ったもん。<laughs> <laughs> <laughs> いや、俺自身も上に行ってたよ <laughs>。<laughs> え、あのさ。はい。鉱石で、クラッシュした状態の方がいい鉱石って何なの ッあと、だから、鉱石の、あのー、なんだろ、ね、インゴットにしちゃわないで、粉々の状態で欲しい鉱石ってあんのああ、確かね。あれ、それが金じゃなかったっけな。あー金、基本的に金、コッパーとかいらないってことうおー危ねえなんだちっだけでよかったと思った。危 <laughs> ねえちょっと、エ b ビーくん。え、何すか さっきのコメントの教えを実践した瞬間、マグマで囲まれて散りかけたぞ。第1射目で周り、周りがマグマになったぞ。場所考えろ、場所を。まあ、いや、そういうこともあるでしょ、うん、別にでも。<laughs> いや、危な。想定しながらやれや。<laughs> 危な。もう俺は信じない。<laughs> 信じない。 <laughs> 一歩ずつロングレンジでやってけよ。<laughs> ああ、確かに、それも頭いい。とりあえず、ティア3のやつを作ったから、一個、うん、渡しとくいやはい、センキュー。これまたあれ、レンチのやつ。あれ、い<や>あれ、っか。この一段階上のやつ。レンチ作れるどこに乗るんだよ。もうレンチじゃなくて、こいつで強化しちゃってもいいけどね。俺やっとくか、じゃあ。 あ,あ、じゃあやっといてさあラポトロンクリスタルが6つ必要なんだよなラポトロンクリスタル6つうわーもうあのアドバンスカイロいっぱい作んなきゃいけないのめんどくさーいもうもうもうあルパンだははれルークフジコちゃんこのラポトロンクリスタルいっぱい作るのめんどくさいよどうすりゃいいんだこれあルパンめんどくさいのめんどくさがってるようじゃ全然ダメで、ね、死んでください <laughs> あれ、えおよ、アドバンス回路、何個か持ってったあ、もうないっす。えー、もうないの一個も、アドバンス回路。ああ。ふじこちゃん、アドバンス回路、一個もないのかいそうよ、ルパン。なんでない、あると思ってたの頭おかしいのね。<laughs> かわいそう。すぐ頭おかしい人認定される。<laughs> <laughs> いや、マジ、死ぬほど回路作ったろもうも回路連作ったろう